パトラーがあって、それを担当させていただいた時期があって、最初は僕、本当にキャッチボールもしたことないし、グローブも買ったことないし、全く知らなくて、ドラゴンズから谷繁さんぐらいしか知らなかったんですけど、その時の、まあ、プロデューサーさんの娘さんが声優やられてて、で、誰か。